これはどうなんですか？これは先週2号です。あ、先週2号ですか？もうそのとこまで声が聞くですね。海老原さん、海老原さん、車が買ったし、コントラストできたんですか？どうですか、コントラスト。いや、今年は孫に紅葉線買ったもんだから、そう、小釣りでやっちゃうけど、ここら辺はまだそんなねえけど、下の方は3つ4つ飛んだとこがあって、この間の土曜日、16日最低やった、4つコンテナ、2段でコンテナ4つ。どうして寒いかいな、今回はな。それだってね、朝来てちぎり始めて、もう誰か来てちぎったじゃねえかって言われた。ああ、そうか。もちんと伸びが欲しいなって感じですかね。身のあれが。欲しいっしょ？こんなキャップですか？身の長さって。ちょっと短い、身が。身がちょっと短いかな、うん。午前中の温度ちょっと上げたっちゃうけど、午前中の温度がちょっと低かったのかなと思って。これはバリンバリンキツイでさ、うん、最低が 11.5 です。日中27か8ぐらいですか？27しとったけど、昨日から28に上げた。実がちょっと短いから。みんなで声取ってくれるかな。ずらっと一列ついてる。ここですか？うん、これと、これ。花ごとはダブルのやつですか？こうして。年齢はこのままで、あと年上げてからちょっと追わないとあれかな、どうだろうな、看板に向かっていかないかな。先週にも2年目 ?3 年目作ってるの？うん、5年目先週にも、そうじゃなくて、その前がマジカルで、うん、マジカルで4年か5年かになります、うん。いけそうだな。いけるけど、どうだろう。いけねえか。いけねえか。いいんじゃねえかなと思うんですけど、ね。うん、まあ、引きずりながらも。それは時期によって全然ありますよ。こういっちもいいですね。みんなハウスに入ってる？入ってますね。まあ、まだ開花位置が5、6節で、収穫が今14、5節だけど、まあ多分パッと見た目に同級生がほぼなくて、下から順番にこう果実がこう肥大しつつあるので、まあ多分このまま多分いけるのかなっていう状況にはありますね。ただこのまま安心してると
年明け以降ですね、一挙にこうかんざしの可能性も考えられるんですけれど、ただ今、まあ、この辺だと芯から3節4節目の茎がですね、その下に比べると太くなってきてるんで、もしかしたら葉っぱが一回り大きくなれるかなっていう、葉っぱが小さいままいっちゃうと限りなくかんざしの状態になっていくんで、まああと1、2個開花がですね、まあ4節目の開花が確認できるようになったら、ちょっとこう葉っぱを大きめにしていく管理をしていけばいいのかなっていうところだと思います。まあ、全面マルチされてるので、まあ、限りなく、まあ、湿度はこう抑えられてるんだろうけれども、まあ、端に下見ると結構こう水たまりができてるんで、まあ、今年の気候を物語ってるわけですね。ハウス内の湿気があって、内ビニール中ほろについて、それがもう谷にボタボタこう落ちてるっていう状態なんで、まあ、今の状態でいいのかなと思いますね。あの午前中だけ温度上げても無理なんでね、積算温度多分足んないんで、ですから午後3時近くまでちょっとこう高い温度っていう話をしてるんですけれど、やはり1日24時間やっぱり400は確保しておきたいんで、と1日の平均がだいたい17度っていうくらいになるわけですけども、まあその辺ちょっとこう意識して、力枝がね8枚から10枚ぐらいの時に止められたんだろうけどね折れたのがしっかりちゃんと枝が吹いてるからね、うん、だからあの時してもいかったっちゃうなと思って、うん、そうです、まあ、あと今、まあ、中には果実のね、まあ、明日ちぎるところは葉っぱ取ってやるけど、これ以上ちょっとむしりすぎない方がいいと思うね、はい、今だいたい14、5枚、芯から14、5枚なんで、まともな葉っぱが13枚くらいなんで、下の葉っぱは邪魔しないからですね、果実にはですね、やっぱり葉っぱの面積が少なくなるとその分だけ働く力もそがれてしまうので、もう葉の色はもうこのままの状態が一番ベストな状態なんでしょうか。この大きさで黒くしちゃうとちょっと心配かな、かえって芯止まりに来られちゃう、だから大きくしながら色をのせるっていう考え方でいいと思うんですよね、うん、まあ、それちょっと俺小さく黒くっていうのはまずいんで、うん、まずいよね、うんうん、大きく黒くって感じ、はい、うん、そこはちょっと疑問に思ったところなんですね、うん、意外と今ここがちょっとこう太くなりつつあるんで、うんうん、茎が太くなった分だけこの辺より葉っぱが一回り大きくなってくれれば問題ないんだけど、うん、まあ茎が太ってるってことは水が反応してるってことなんで、うん、ただ水はちょっと増やしても全然問題ないのかなと思いますよね。やっぱり色が乗りにくいのが今年が特徴かな。それは多分初期から苗が充実してなかった、初期大事な時期に日照不足であった、ですから極端なところは親づるよりも力枝の方が太くなってるハウスも稀にあるし、うん、で11月の日照不足のことを考えれば
潮温の下がり方が例年より早いのかなっていう。10月6日に定食して、2週間日の目見なかったもんね。だから枝の出方も不ぞろだったからね、今年はね。敵死の敵目やった最悪やった下で2、3本出たら途中全く出なくて、ね、出なくてね、止めたら上から枝が出てくる格好になってたからね。これいや大施設目が飲んじょっていうのがね、一番、もう、がんやったな、うん、まあ、吊る下げの素晴らしいとこでこの辺の見よ、スーッて行くような道ですわ、ここら辺はですよ、スーッて、これ中井からですね。じゃあ今のここの状態、状態を良くしたいよね、もうちょっと上げたいよね、まだ、あっこんパッカー外さなきゃくなってよ、一番中途半端なんだよね、全部これで一番向こうだけはもう下まで落ちてるけど、遮光してるのだか開けてるんだかこう分からない。一応開けてるつもりで冬至を過ぎてからもう遮光しようかなと思って、あのブルーのネットを上に2月にかけようと思うんですけど、あれ幅どのくらいのこと？4メーター、サイドは5メーター、そう、音は下まで行ってもいいんだけど、6メーターでも出なかったら片面でもしょうがないかもしれない。出なければサイドはシルバー貼っちゃう。今まであのマルチの残りのやつも貼ったりしようとしたけど、もうこの際作っておけば何年か持つから、もしかなと思って。出なかったら専用の遮光ネットもあるじゃん、ゴザみたいな、ちょっと目の粗い白と銀色の混じったようなのもあるし、値段と相談しながら考えます。ネットかぶせっぱなしの人はもうダメだね、今年はね。ダメだ、うちゃかぶせっぱなしやもんな、今回はな。はい、俺はいつもは下ろしとってやけんど、今年は上げたつもり、中途半端に上げたけんど。なるほどいや、あのだから小次元と見たら、あこの時上まで綺麗に上げたと、半径上げた方がいいのかなと思って、石管がちゃんと詰まってるから素晴らしいやん、順調ですわ。やっとなってきたっちゃうかな、まあね、この下下言われたらなここはね、しょうがない、もうみんなやもん、なんでしょ、みんなですよサイズ的にはギリギリか、19?20 あるか、19だね。で、昨日28度にして、で、あとの温度も1度ずつずっと上げるのを上げたんですよ、ちょっと身が長くなるかなと思って、そんな方が水もやらないとダメだからね、やっぱね。とりあえず葉っぱむしりはもう今までは線でいいですね、ついた葉っぱだけ取るくらいでいい、スカートにしない方がいいなんとか花芽が上がらんかなと思って、ちょっと強めに、まあ、いいです、これ以上いじめて美味しくない冠水の時間だけれど、例えば清和の斉藤さんの話だと、蒸散が始まって30分後ぐらいから
給水が始まりますよっていうことなんですよ。そうすると、まあ、宮崎だと今日の出がだいたい7時過ぎですから、9時半ぐらいでいいのかなっていう、早くやってもすいませんよっていう、今遅い人は11時頃やってるからね、ですから彼氏も早くやっていいっていうことじゃなくて、特に水持ちの悪いところ、排水のいいところはあまり早くやっても、吸おうとするときにかなりも沈んでしまいますよっていうことなんで、まあ、その辺をこう気をつけながら、まあこの時間だから何とも言えないんですけど、ちょっとね、今かなりこう抑える管理というか、収穫位置を上げようとしているので、ちょっと巻きひげの力がないなっていうのを感じますよね。そのピンってなっちゃうね。なっちゃうね。やっぱ天気が良ければこんなことないとよ。何も苦労してんじゃけど、これがね、今回の宮崎の特徴もね。全国的どうなのか、まあ、どこも一緒、東海地区も一緒だから。なかなかね、今回ね、厳しいのよ。寒い。宮崎が寒いっちゃうから。最近多分トミー使ってても反応しないよ。今年は。トミーじゃ。OK不安の方が効くぐらいですか。まあ。OK不安使うんだったら、スペシャルを使いたい。スペシャル、はい、発根剤入ってるし、美容要素入ってるし、ちょっと高いかもしれないけど、スペシャルがいいと思います。愛知の人は小安、小酸カリ、小酸カルシウム使ってます。ね、あんまやりすぎると焼けが出るんですよ。いや、それはやりすぎるからだ。やりすぎるからね。焼けがね、今回こう、ネックレス、あの、雨が降った後にちょっと。だからその、焼け化対策は、焼け化対策は、だから、早朝化をまず早くすること。だから、理想は今早朝化の理想っていうのは日の出 3,4 時間前って言われてるんです、5時、でもそんなことできないから、今7時過ぎの日の出だから、5時で 14,5 度、6時で 16,7 度、7時で 17,8 度、徐々にこう上げていけば、で、20度を超えたら透かす、そうすれば焼け出ない。なぜ焼けるかっていうのは、例えば従来やってた早朝化温っていうのは、例えば今早い人6時、遅い人で7時ごろいきなり17、8度まで上げるけど、気温がスッと上がっても、植物体はぬくもらないんです。特に果実はぬくもらないんです。だから果実は、例えば海と陸をこう考えた時に、海は温まりやすくて冷めにくいっていうように、果実はぬくもりにくくて冷めにくいんです。だから先にぬくもるのは葉っぱとか茎なんですよ。だから葉っぱが乾いたと思って安心したらダメで、果実の方が強く持つんですよ。だから葉っぱが乾いたと思っても朝果実を触ると、例えば素手でやったら指の跡がつくとか、それは梅雨があるからなんで、だから時間かけながら早朝加温して果実を早くぬくめて、でもハウスの中の
温度を上げすぎないで早く換気して湿気の入り替え、湿度の入り替えをしちゃった方が焼け出ないんですよ。だからいきなりポーンと開けたりすると温度と湿度の変化がついちゃうんで、でましてや先ほど話したように気温は上がってきました、果実はまだ十分ぬくもってません、でも日中さらに27度28度で上げようとしちゃうと余計その果実と気温との温度差が出ちゃうんで焼けちゃうんですよ、ね、冷蔵庫から瓶とか缶出した時に強いものと理屈は一緒ですから、空気がぬくくて、ね、瓶缶が冷たいから梅雨つくんで、それと理屈は一緒だから、うん、だから焼け出そうな日はとにかく温度上げないこと、もう24度超えたらどんどん換気していくっていう風にしてた方がいいんですよ。でできたら水は極力やらない、極力やらない。実際ね、焼けが出やすいグリーンウェイ、愛知はまだ半分以上がグリーンウェイだし、都城でも3名グリーンウェイやってますけど焼けが出してないですからね。まあ理屈が分かって、経験積みながら理屈分かってやってるわけで、だから何にも考えてない人は、ただ今年は焼けが多いです。決してこう庭が海鮮にボーンとなったわけじゃないけど焼け出てるケースもあるし、もう品種問わず出てたんで、まあ中にはやっぱり焼け出やすいっていうのは、まあ有味も出やすいし香汁も出やすいですけども、まあ焼けかっていうのはそういうことですから、だから早朝缶はとにかくゆっくり揚げた方がいいっていうことです。だから例えば果実を肥大させるために夕方から前半ちょっと温度かけましょうか、14度15度で例えば8時まで行こう9時まで行こうっていう、まあそれはそれの効果あるんだけども、それをしなくてもさっき話したように夕方になれば葉っぱはどんどん冷たくなるけども果実はすぐ冷たくならないんですよ。と日中葉っぱで作った光合成して作った糖はあったかいところに移行するわけです。あったかいところね、と果実が一番ぬくいから果実に集中的に行くわけです。ですから意図的に例えば8時9時まで14度15度かけなくても行くわけですよね。だからそれを例えば世話さんの炭酸ガス水温の中でやってるのは夕方4時頃から5時の1時間の中で一挙に十数度下げるわけですよね。温度26度7度で来たのをいっぺんに14、5度まで落とすわけですから、そうすると葉っぱがぐーっと冷えてって果実が一挙に冷えないからそこに養分が流れていくんですよっていう、そういう理論なんです。クイックドロップっていうのはそういうことだから、だからもう今変温しましょうかっていう人いるんだけど、もう変温しなくていいよ、フラットでいいですよっていう。だから逆に、今年のような年だと例えば前夜半14、5度でいて、まあ後夜半は10度か11度でいいかなっていう、後夜半温度下げちゃうと地温がグーンと下がっちゃうから、だったら12度ぐらいでフラットでいってる方がまだ地温を下げないで済むかねっていう理屈になっちゃうんですよね。だから適心栽培の人の方が温度下げてないから、上げてますよね、地温はそこまで多分下がりにくいと思います。ただ今年はね、日中がなかなか上がれないから、だからまあここへ来て田の方はどういう感じして、ね、してるか分かんないけど、去年あたりの12月っていうのは田の人は例えば日中は24度25度ですから、暖房機の設定が20度じゃないから、24、5度ですから、だから夜の加温で重油使ってるよりも日中重油使ってる人も何人かおるわけですよ、だから平均で21トンもいくわけですよ、平均だからね、21トンっていうのはやっぱケチったらダメっていうことですね、です今回はね、特に、いやだからそれはそれはあとは皆さん方のね、懐と相談しながら、あくまでも費用対効果だから、高いことに越したことないよっていうだけで、あとは自分でどこまで気張れるかです、
だから5万円ケチって20万損するのか、うん、ね、5万円ちょっと踏ん張って50万稼ぐかっていう、うん、その辺の違いですよね。じゃあ次、ニーナ君のとこ行こうかな。あ、はい、ニーナ君のとこ行こう。